どうも皆さん、A2E のあかねです。本日も第33回司会生死国家試験、気合入れていきますので、ぜひ前向きに一緒に進んでいこうぜということで、最後までよろしくお願いします。A2E では就職活動のサポートも行っております。何か聞いてみたいことがありましたら、気軽に LINE でメッセージいただければと思いますので、はい、詳細概要欄チェックしてみてください。それでは本日の内容に行きましょう。本日はですね、第33回午前の22番ということで、はい、右職のこの要因についての話をしていきます。 右職の要因、極めて簡単な範囲と言えるかもしれないんですけれども、意外とですね、落とす学生は落とすっていう感じですかね。それからですね、33回では、ちょっと今までとは聞き方の違う、こちらの図をベースに聞いてきました。皆さん、こちらの図いかがでしょうかまずは自分でこの動画一度止めてですね、問題考えて、自分の答えを考えてみてから続きを見るようにしていきましょう。では行きましょう。 こちらにあります図ですね。まあ、初めて見ましたという方はですね、必ずここで一緒にコンプリートしちゃいましょうね。右色の要因、こちらの図も大切になってきます。まずこちらに英語ですね。はい。これ何て読みますかね。ちょっと読み方が難しいかなと思うんですけれども、こちら、フェジェルスコフと読みます。フェジェルスコフさんが提唱した右色の要因に関する 図でありますよという定義みたいな感じですね。このフェジェルスコフさんが提唱したこの図を今回はまずはじっくり見ていきましょう。この図一体何を意味しているのかということなんですけれども、大きくしましょう。この図を大きくしたパターンです。で、まずじっくり見てもらいますと、この内側のところですね。内側の範囲は一体何を意味しているかと言いますと、まあ、唾液だったりとか、細菌の定着、脂質、そして時間ということで、まあ、これはもう定番。大半の皆さんが1年生の初期にですね、この範囲、 勉強しているんではないでしょうかはいこの範囲ですねまさしく口腔内の話をしてますお口の中っていうのは細菌がいっぱい住んでますよねでしたり口の中の唾液っていうのは歯を守ってくれてるんですよでしたりとかまあそんなところですね1年生の初期に勉強してきたんじゃないでしょうかということでこの丸の内側というのは主に口腔内に存在している子たちにフォーカスを当てている口腔内だけの話をしていますでも右っていうのは 航空内だけでとどまらないよねと。その人を取り巻く環境だったりとか、その人の航空内に対するモチベーションだったり、様々なことが背景にあって、そして虫歯が出来上がるんですよねというバックグラウンドをですね、この中は含んでいないんですね。なのでそのバックグラウンドというのが、この航空内の外側、この丸1のですね、オレンジで今塗ってあります領域、この範囲にその他のバックグラウンド、環境要因ですね、そういったものが入ってますよという構成になっています。社会環境要因。 その人を取り巻く環境そのものですね。でしたりとか、保険行動、まあ、本人のモチベーション、ブラッシングの回数でしたりとか、まあ、食習慣でしたりとか、お菓子を食べる頻度でしたりとか、まあ、そういったもの、この保険行動というもの、そして本人を取り巻く環境というのがですね、この丸一外側の領域に入りますよね。と。これがフェジェルスコフの腐食発生要因の図ということになります。で、このフェジェルスコフの図というのが国家試験で出てきたのが初めてになります。今まで。 過去に出てきた輸食発生要因の図ときますと、はい、これですよね。ちょっとオリンピックの図っぽく <laughs> 書いてありますけれども、まあ、こんな感じで、主にはまず3つの要因があるだろうと。宿主、発酵性の糖質、それから細菌ということで、3つの要因がこれ重なった時、まあ、ここですよね。この3つが重なった時に輸食っていうのは出来上がる、起きるんだよねっていう考え方でした。はい、これ誰が考えた図でしょうか と言いますと、こちらですね。はい。カイスによる輸食の発生要因。まあ、カイス、ないしはキエス。ともかく、まあ、カイエスさんによる輸食の発生要因という、この3つの要因が重なった時に輸食っていうのは起きますと。で、さらにこれに1つですね、時間が加わりますと、これニュー・ブラウンさんですね。ニュー・ブラウンさんが提唱した輸食発生要因。この3つの要因に加えて、時間。まあ、3つが一瞬こう、重なった瞬間、その瞬間に輸食が起きるのではなく、この3つが重なった状態が、まあ、長期にわたって維持される。 プラス時間ってことですよね。時間で維持された時輸食、まあ、っていうのがどん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 進行して穴ができて本物の輸食になる虫歯が出来上がるという考え方でそれがニューブラウンさんというですねこのカイエスさんの図とプラスこれに時間を加えたニューブラウンさんの輸食の発生要因という。 主にはこの2つのですね、発生要因というのが過去の問題、まあ、過去の模擬試験なんかも含めてですね、聞いてきたところなんですけれども、前回のこの33回の国家試験では初めてフェジェルスコフさんの方になったということです。まあ、なぜかと言いますと、カイエスさんの汚職の発生要因、こちらはですね、いつ提唱されたものかと言いますと、はい、1969年なんですね。1969年です。まあ、結構前ですよね。今2024年なので、まあ、1969年というと、なかなか前だなと。 結構昔ですねということが分かります。で、このフェジェルスコフさんの図というのが、これが何年かと言いますと、1997年。まあ、カイエスさんよりはだいぶ先になります。まあ、今2024年なので、それに考えるとですね、あ1997年も、まあまあ昔ですねっていう感覚かもしれないんですけれども、まあ、カイエスさんの薄の発生要因に比べますと、まあ、こちらの方が新しいですね。比較的新しい概念ということで、33回ではこちらで出題されましたので、 皆さんはですね、これから勉強していく皆さんは、一回出たからにはフェジェルスコフの方もしっかりがっつりですね、理解しておく必要があります。ではでは問題に戻りまして、このフェジェルスコフによる右職の発生要因を図に示します。じゃあ、丸1に該当するのはどれかということですけれども、さあどうでしょうかもう一度考えてみましょう。はい、と言いますと、今回ですね、丸1に該当するのはというと、丸1ときたら、いわゆる背景になります。それぞれ選択肢を見ていきますと、A、所得 B、家族形態 C、死列不正 D, 光合面の形態ということで、はい、もう明らかですね。CD というのは、これはもう航空内について言ってます。で特に航空内でも歯について言ってますので、つまりはこの図でいう内側の脂質についての話をしているということがわかりますよね。 なので CD はもうすでにこれ内側の資質のことを話をしてますので、丸1には入らないということで、まあ消去法で CD は違いますので、AB が答えということで言えます。ということなんで、A の所得、B の家族形態といったものは、これはまさしく本人を取り巻く環境要因ということになりますから、丸1、外側の枠の中にですね、含まれるものだということで言えます。 で、具体的にもうちょっとですね、丸一どんなものが入るかと言いますと、まあ教育のレベル、どういった教育を受けてきたのか、まあ受けられるのかでしたりとか、まあ知識だったりとか態度、まあモチベーションだったり、習慣だったり、まあこういったもの全てがですね、丸一の中に、まあ外側のですね、社会的な要因だったりとか、本人の健康習慣だったりとか、 健康行動。こういったものを含まれますので、具体的なものをですね、必ず意識しておきましょう。まあ、内側航口腔内。その他のものはもう外側ですよっていう覚え方でもまあいいかなと思います。という、こちらがフェジェルスコフの右色の発生要因の図でした。必ず、もうこれは定番。もう取ろうと思えば絶対取れる範囲になりますので、皆さんがっつり取れるようにしておきましょう。で、広げておきます。33回の問題はですね、右色の発生要因。はい。ベーシックなものを出てました。ありがとうございます。ベーシックなものを出てました。 こちらが午後の69番の問題ですけれども、はい、さっき私が色で書きました。オリンピックのように見えますねと紹介したやつですけれども、はい、回数の3つの輪についても、実はこちら午後で出てたんですね。右食の発生要因で2点取れたわけですよで。こんなのもラッキー問題だと思うんですけれども、ただ、ストレートにですね、回数の3つの輪については聞いてこないです。聞いていないです。それはもう当たり前でみんなわかってるよね。回数の3つの輪みんな大体わかりますよね。とじゃあそれわかった上で、 こういう問題聞くよっていう、こういう聞き方をしてきますからね。今後の司会生士国家試験は。それでは、回数の図。まあ先ほどちらっと出ましたけれども、もう一度細かく確認していきますよ。この図だけ行きましょう。まず、丸1、要因。まず、丸1が何かってとこを整理していきたいんですけど、まあ丸1と言いますと、その他がですね、病原要因。まあ微生物だったりとか細菌ってことですね。言い方は違いますけどね。それから環境要因。これがいわゆる食習慣。 ですね。どれくらい甘いものを食べるか、発酵性の糖質をどれだけ口の中に入れるかということになりますので、最後、丸一番というのは、これは宿主が入ってきます。宿主ですね。で、具体的に宿主と言うと、まあ、本人の問題だよね。本人の口の中のことだよね。とていうことですから、脂質だったりとか、歯の形態、歯列、まあ、ないしは唾液の状態ですね。唾液の量が多いのか少ないのか、唾液の干渉能はどうなのか、こういったものを見るのが宿主ですよね。宿主です。はい、続いて、 病原要因、言い方違いますけど、微生物、細菌ということになりますので、口腔内の細菌は多いのか少ないのか、もっと言うと、ミュータンス連鎖球菌の数、ないしはその細菌の酸、酸性能、こういったものを見るのが、はい、病原要因です。言い方違いますけどね。そして三つ目、環境要因ときますと、これがすなわち習慣的なものになりますので、まあ、糖ですね。発酵性糖質という言い方もします。発酵性糖質です。 発酵性糖質。発酵性糖質ときますと、糖とくるとですね、本当にいろんな種類があります。これは栄養の範囲とも被ってくるところですけれども、まあ、スクロースだったりとか、グルコース、フルクトース、マルクトース、まあ、いかなる糖もですね、発酵性の糖質であれば、これ、右食、虫歯の原因に十分なり得ますので、こういった環境要因の中に入ってきます。まあ、糖をどれくらい摂取するかという、食習慣の話ですね。まあ、いわゆる餌ということなんで、この3つのは、宿主、微生物、そして環境、餌ということで、具体的にどういうものが入るのか、 必ずこれはですね、自分の言葉で全て、しっかりと整理できるようにしておきましょう。で、この回数の3つの和を理解した上で、先ほどの問題に戻ります。まあ、しつこいですけど、今回は回数の図のことをストレートに聞いてきているわけではありません。回数のことは理解できてますよね。その上で聞きますよっていう感じの問題です。で、この丸1というのは、縮小因子のことを見てます。縮小の要因を見ますので、この問題を言い換えますと、すなわち、縮小因子を評価している 右色活動性試験はどれですかってことを聞いてますね。ABCD、いずれもですね、これは右色活動性の試験です。この試験の中で、縮小因子を評価しているのはどれですかということを聞いています。で、右色活動性試験については、まあ、それぞれが一体何をですね、何を検体として、プラークを見ますか、唾液を見ますか、何を検体としますか、そして具体的に何を見ますか、評価項目ですね。この検体と評価項目を必ずすべてですね、自分の言葉でこれも説明できるようになる必要があります。 で、それぞれ見ていきましょう。まず A のハード例ときますと、はい、まず検体はというと、唾液ですね。何を見ますか乳酸換菌数、乳酸換菌の数を見ます。はい、B、次、スナイダーテストです。何を検体としますか唾液です。で、何を見ますか最近の酸酸性能、能力を見ます。最近の能力を見ます。これがスナイダーテストです。次に C、はい、これ、ドレイゼンと書いて、ドライゼンと読むやつですね。ドライゼンテスト。これは何を 評価して何を見ますかというと、唾液を検査をします。そして主には、まあ、干渉のを見ます。唾液の干渉のときたら、ドライゼンテスト。必ずですね。はい、最後 D、グルコースクリアランステスト。これは何でしょうか何を見ますかというと、まあ主には唾液に含まれるグルコースの量というのを見ていきます。唾液に含まれるグルコースの量を一回ポッキリで見るんではなくて、まあ、具体的にはですね、簡単に説明しますと、グルコースの入った溶液液体を 口の中で先行します。ぐちょぐちょ先行して、まあ、つまりは口の中にグルコースをまずは入れます。で、入れた後に、そのグルコース、口の中に入れたグルコースが、どれくらいの時間でクリアランスなくなりますかってことです。口の中にグルコースが残っている時間が長ければ長いほど、輸食になるリスクは高いということですよね。輸食になりやすいということです。一方で、 グルコースを口の中に入れたとしても、そのグルコースがすぐに口の中からなくなってしまえば、輸職にはならないわけですよね。まあ、なりづらいわけですよ。ってことなんで、どれくらいの時間でグルコースを口の中からなくせる能力がありますかっていうのを見るのが、グルコースクリアランステスト。グルコースをクリアランスセールと、なくすことですね。クリアランスする能力。グルコースをクリアランスする能力が高いか低いかというのを見るのが、グルコースクリアランステストです。 で、これは大体ですね、5分、10分、15分、20分ごとに、5分ごとに見ていきます。5、10、15、20、5分ごとに見ていくんですね。で、大体平均としては、15分でクリアランスが完了する。口の中に入れたグルコースを5分後見ます。あ、まだグルコース残ってますね。10分後見ます。あ、まだグルコース残ってますね。15分後見ます。あ、グルコースなくなりました。じゃあ、あなたのグルコースクリアランステストは15分以内だったので、 特にリスクはない。まあ普通ですよってことになります。だから15分より長い。15分見たときに、まだグルコース口の中ありますね。で、20分後見ますっていう感じになりますと、あ少しクリアランス能力低いかな。右食活動性高い。右食のリスク高いかな。っていうふうに考えられますので、5、10、15、20、だいたい5分刻みで見ていきます。 平均は15分以内でクリアランスできます。まあ、これ必ずですね、頭に入れておくと、また一つ武器になるかなと思いますので、入れておきましょう。え、ということで、具体的に見ていきました。なので、選択肢はこんな感じで、まあ、いずれもですね、唾液を検体としまして、具体的なものを見ました。っていうと、まあ、A、B ですね。A、B は、乳酸換菌っていう、菌の数。それから、菌の酸酸性能ということで、もう菌にフォーカスを当てていますので、こういったですね、菌にフォーカスを当てる。 菌の数だったり、菌の能力、3、3性能。菌にフォーカスを当てているものは、これは細菌因子になりますので、まあ、いわゆる病原要因ですね。まあ、この図の中で言うと、病原要因の中に入りますので、丸1ではありませんから、もうこれも消去法で C、D が答えということになりますね。で、そもそも、唾液の干渉能力だったりとか、 それこそ、グルコースクリアランステスト、グルコースをクリアランスする能力というのも、もうこれはですね、本人の力を見ているものになりますので、宿主因子、宿主要因になるということがわかりますね。ってことなんで、答えは C、D ということになります。まあ、こちらの問題もですね、なかなか、返すっていうのはもう当たり前だよね。それは聞いてこないです。当たり前のことは聞いてこない。わかってるよね。その上で聞きますよということで、まあこういうのをいわゆる私 A2E チャンネルではですね、A イコール B。 A と聞かれたら B と答える問題ではなく、A というのはこれだ。だから B みたいな感じで、A を使って B、答えを導き出すみたいな問題なので、まあ、単純な A イコール B ではない問題の代表例かなと思います。はい。で、今回、右職活動性試験の話が出てきましたけれども、右職活動性試験について、他にもいろんな試験ありますね。 それらすべてしっかりと確認しておく、頭に叩き込んでおく必要がありますので、A2E チャンネルこちらで予防処置丸2の動画の中で話をしますので、今回の問題広げる、職活動性試験よっしゃ確認しようという場合はですね、こちらの動画見るようにしてみてください。ということで本日の内容は以上です。A2E では有料のライブ講座も行いますので、こちらお申し込み受け付けております。詳細は概要欄チェックしてみてくださいね。それでは今日はこの辺でまたお会いしましょう。A2E が就職活動をサポート。 A2E Children になろう